株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大、全2枚、まるで別人。11月21日に23歳を迎えた楽天、内間拓磨投手が人生初のパーマをかけた真相を明かした。これはデモ音声です。右腕は一発目に見た時にかっこいいなと思って真似しましたと目を輝かせた。